こんにちは、久崎です。本日はプロスペクトランキングについてお話ししたいなと思います。今年もやっていきます。独断と偏見で選ぶプロスペクトランキング。プロスペクトとは有望株選手のことを表しております。もちろん近年は日本の主砲村上宗隆選手や宮城大弥選手、高橋宏斗選手や佐々木朗希選手ら高卒2年目など非常に早い段階からブレイク、一軍主力になるという選手もいます。当然若い有望株という観点で言えば村上選手らになりますし、2軍の段階を踏むというよりは一気に1軍でステップアップなんていうことも珍しくはありません。まあ、ただ一般的な育成としては2軍で少し苦しんだとしても2年目に2軍で成績を残し、3年目に少し1軍で出場機会をつかむ、そこで苦しんだとして4年目に少し1軍で存在感を見せ出す、5年目に1軍定着みたいなのが個人的な育成のステップアップだと思っております。で、今回は2軍中心で今後1軍でブレイクしそうという若手選手についてお話ししたいなと思います。で、今回の対象は前年行った通り NPB 所属の24歳以下の選手、1軍通算30イニング以下、1軍通算20登板未満の投手でまずはお話ししたいなと思います。で、佐々木朗希選手や宮城選手はもちろん、今季1軍でブレイクした高橋宏斗選手、そして上田選手や投手転向した根尾昂選手も登板数イニング的には今回の基準を超えていますので対象からは外します。また通算20試合の藤井麗楽選手や、今季は1軍で投げられませんでしたが前年まで1軍で投げられていた玉村選手、ルーキーから1軍で投げた佐藤選手や隅田選手、そして今季デビューから連続無失点の宮森選手らも対象からは外します。とその中で独断と偏見、そして2軍の内容、そして爆発力重視でランキング付けしていきたいなと思います。で、トップ10に関しては1人ずつお話しして、トップ10以下に関しては名前でご紹介させていただきます。まあ、正直11位以下というのはほとんどランキングというのはあまり意味ないかもしれませんが、まあ、個人的な期待している選手という意味も込められております。で、まず10位、竹山選手で、個人的にヤクルトを背負いそうな投手だと思っているのが竹山選手。まだ高卒1年目、1軍デビューこそ果たしましたが、2軍でもそこまで投げられているわけではありませんが、最速154キロ、さらに140キロ後半のフォークとすでに非凡さの片鱗を見せております。もともと高校時代に最速153キロ、強いストレートが評価をされていて、まだ制球で荒さはありますが、決め球とパワーで勝負できるところまで来ていると思うんですよね。一つ年上の先輩の上田幸太郎選手が22年1軍で光を見せることができました。彼も1年目2軍で無双していたわけではありませんので、その中から2年目に1軍で飛躍、特に彼に関しては支配下を掴んで1軍で、そして先発ローテーションの谷間を任されました。まあ、なので竹山選手も上田選手に続きたいところです。そして9位、山下光選手、連続でヤクルトの投手です。隅田選手を外した中で広島と強豪で獲得された左腕、高校時代から注目がありましたが、大学時代にはトミー・ジョン手術も経験しました。その怪我が癒えてきたと言われていましたが、指名直後に疲労骨折が発覚してしまい、1年目はかなり出遅れてしまいました。その中で中盤に2軍で実戦復帰、三振はさほど取ることができませんでしたが、イニングを投げアピールすると、1軍の先発課題と2軍のコロナ禍もあり、彼が優勝争いの中で抜擢の起用でした。その大事な試合で1軍デビューを果たし、 4.2 回9安打浴びながら2失点と粘りましたが、チームは山下選手のプロ初安打のみで敗戦というプロ野球記録に残りました。その後広島戦ではしっかりと試合を作り、プロ初勝利、その後日本シリーズでも登板など、登板数はさほど伸ばすことはできませんでしたが、1年目存在感を見せることはできましたし、戦力となることはできたかなと思います。ただ三振自体はほとんど取れなかったこと、スピードでは130キロ台だったり140キロ下回ることもありました。安定感、来季はまずしっかりと投げたいところです。そして8位、石川達也選手、大学時代には骨折もあり、育成で指名された左腕です。鈴木翔太選手や高田光一選手とともに法政大学を引っ張ってきて、1年目の2軍から13試合で 2.35、 ただ怪我か登板数を増やすことができず支配下登録とはなりませんでした。
それでも左腕として2軍で苦しんだ選手が多かった中で、彼は希望でもあり、出力もまずまず、独特なフォームから荒さはありますが、ストレートの強さ、変化球で決めきれるところはありました。その中で22年2軍でリリーフとして無双、中盤までは防御率なんと 0.44、 奪三振率10を超えていたんですよね。その中で支配下契約をつかみ、1軍で緊急先発で初登板、1軍では苦戦しましたが、ステップアップできたシーズンでもあり、先発救援どちらで今後行くのかは不明ですが、23年戦力になってくれると思っております。個人的には先発もできそうな投手かなと思いますが、先発救援どちらでも決め球の精度を上げていきたいところです。そして7位、井上選手。22年光を見せた投手ですが、1年目は基本2軍、そして2年目に肘を骨折してしまい、育成契約も経験した選手です。その怪我の際には長期的に離脱で想像していましたが、22年は間隔を空けながら2軍で登板、防御率こそさほど良くはありませんが、スピードが上がってきたこと、さらに三振をイニング以上に奪ったことなども評価され、支配下契約をつかむと1軍へ昇格、先発としても登板することができ、150キロも超えました。もともとスピードがさほど出ないながら、強いストレートを投げ切れるところが魅力でしたが、パワーがついてきました。日本代表との練習試合でも先発など期待もされている存在、投手課題の巨人の中で彼は希望の一人と言えるのかなと思います。そして6位、岡留選手。大学時代にサイド転向し指名を受けた選手、青柳選手のような独特なフォームから動く球中心でゴロを取ってきました。150キロを超えるということはそこまでなく、140キロ中盤から後半のストレートやツーシーム系で2軍で多く登板しましたが、救援中心でほとんど崩れることがなかったんですよね。チームが先発期待の投手が非常に多いので、彼も先発としてというところは難しいかもしれませんが、1軍でもある程度結果を残せる投手だと思っております。先発で行くのであれば、やはり対左がテーマになってくるかなと思いますし、対左の制球、特にインコースを突く精度、フォーク的なところがあれば、より安定してくるかなと、イベントとしても幅は広がってくるんじゃないかなと思っております。そして5位、黒柳選手。高橋宏斗選手の後輩で中京大中京高校を引っ張った選手、コロナの影響で甲子園が中止になってしまったり、怪我もありましたが、150キロを超えるスピードが評価されました。監督から球の力は高橋宏斗選手よりは上と言われていた中で、ドラフト指名、独特なフォークというかチェンジアップとスライダーと、最速153キロ、練習では156キロを計測した馬力が非常に大きな武器です。2軍でもイニングより多く三振を奪った上で、最終盤で1軍デビューも経験することができました。1年目として非常に順調、スピードも出ていますし、決め球もあります。馬力をさらに上げ、独特なチェンジアップというかフォークを中心に、23年1軍でという可能性もあるんじゃないかなと思っております。そして4位、山下俊平太選手。暴力的なオリックスリリーフ陣が話題になっていきましたが、その中で高卒3年目の山下俊平太選手、1軍の舞台で活躍する日近いんじゃないかなと思います。22年はフォームが少しずつ変わってきていたり、登板しなかった時期もありましたが、160キロに迫るスピード、158キロも計測してきました。基本変化球はカーブ、フォークも投げてきてはいますが、22年1軍で光った阿部選手や宇田川選手、山崎総一郎選手らのような圧倒的なフォークが武器というわけではありません。まあ、そういう決め球がまだまだ課題であるので、1位というところからは外しました。ただ1軍デビューがないまま、日本シリーズではベンチ入りしたように、馬力は非常に高く評価をされております。平均的に150キロは簡単に超えてきますし、フォークも147キロ近辺計測したことはあります。まあ、この変化球の精度次第で23年1軍となる可能性も高いかなと思います。23年には高卒3年目、もちろんまだまだ焦る必要はありませんが、投手陣が非常に強力になってきている一方、先発はまだまだ課題があります。その中で山本選手の23年オフのポスティングということも考えると、そろそろ先発で入りたいところで、ある程度結果、まずは1軍デビューというところを出したいところです。そして3位、桐敷選手。4年次に評価を上げた左腕ですが、ドラフト指名直後に完全試合を達成し、さらに高い注目を受けた選手です。左腕から150キロのストレートと動かす球、さらに決め球があり、試合を作れる先発として期待され、チームの先発課題もあり、開幕ローテーションをつかみました。デビュー戦こそ5回3失点とまずまずながら勝つことができず、その後はしばらく救援起用、その中で勝ちパターン的な起用まではいきませんでしたが、2軍では無双し続けました。中盤に1軍で再び先発し、5回1失点と好投も再び勝利とはなりませんでした。しかしあまりに圧倒的すぎる2軍の内容、ほとんど制球で崩れることがありません。三振がものすごく多いわけではありませんが、基本先発すれば試合を作ってくれる安心感すらありました。
西純也選手、佐伯選手らが1軍で起用されていきましたが、まだまだ桐敷選手も控えている恐ろしいチーム。ファーム日本選手権では少し苦しいピッチングもありましたが、阪神でなければ間違いなく1軍で50イニングから100イニングくらい、中継ぎなら30試合程度投げることができたんじゃないかなと思う、それくらいの存在です。そして2位、同じく阪神、森木選手。高卒1年目から非凡さを見せた剛腕です。小園選手の外れ1位として指名され、1年目の早い段階から2軍で登板、制球で若干不安もありましたが、先発としても登板したり、フレッシュオールスターで先発、 U23 代表として登板したり、高い期待そのままに大舞台も経験しました。その中で1軍デビューし、5回1安打ピッチング、6回3失点と試合を作ることはできましたが、援護がなく敗戦となってしまいました。彼は何より圧倒的な馬力、最速154キロ、まあ来季さらにその球速も上がっていきそうだと思うんですよね。スライダー、フォークも1軍で起用しても全く問題ないように思えています。制球がもう少しというところだとは思いますが、23年1軍先発で谷間として貢献できると思うんですよね。藤浪選手の MLB 挑戦で桐敷選手、森木選手ともにチャンスは来ると思います。佐伯選手、西純也選手と若手先発が強力なチーム、もちろんガンケル、ウィルカーソンの先発の穴は計算するということは難しいと思うんですが、本当に若手の突き上げというのが激しいチームです。コアになりうる存在がまず2位3位で2人用意できるというのは簡単なことではないかなと思います。そして1位、なんといっても宇田川選手。もともと大学時代には上位候補と言われていた選手でしたが、もともと大学時代に上位候補と言われながら育成指名、少し驚きの育成指名でした。で、本人は拒否の可能性もありましたが、すでにオリックスにはいませんが、先輩の佐藤優吾選手の勧めだったり、同期の佐野幸和選手が育成でもプロ入りするということを表明し、彼もプロ入りの決意を固めたとのことです。1年目は怪我や制球不安で2軍で1試合のみでしたが、今季は早い段階から2軍で登板、コロナの影響で筋肉量が落ちたとのことでしたが、まあ、そこからウェイトトレーニングを中心に行い、パワーアップ、2軍で常時154キロ、157キロ近辺まで計測してきました。その中で支配下契約をつかむと1軍デビュー、緊急登板の中で初勝利をつかんだり、チームに流れを手繰り寄せるパワーピッチングを見せました。圧倒的な出力と抜群のフォーク、ほぼこの2つで抑えてみせ、決め球のフォークとカウントを取るフォーク、どちらも一級品なんです。優勝争いのチームの中でジョーカー的な起用、火消しから買いまたぎだったりセットアッパーだったり、本当にチームとしては大きな存在だったと言えるでしょう。優勝、ポストシーズン、日本シリーズでも勝ちパターン的な登板でヤクルト打線を封じ切ってきて、日本シリーズで4試合で 5.2 回10三振無失点、まあ、彼が MVP クラスかなと思っていましたが、少し何のタイトルもなかったのが残念でした。先発としていくかどうかは分かりませんが、1イニングではほぼ打てない馬力です。もうすでに日本代表クラスだと個人的には思っております。23年の新人王ヒット候補で1年間投げられるかどうかというレベルかなと思います。11位以下も挙げるとこんなところです。まあかなり主観というか明確な基準があるわけではありませんが、爆発力、23年の飛躍可能性的なことを考えると、こんな感じでランキング付けしてみました。で、去年上位で入れたのはスチュワート、大関選手、村上頌樹選手、高橋宏斗選手、森亮太郎選手ら、まあ大関選手や高橋宏斗選手らはある程度想像できましたが、村上選手や森亮太郎選手らが谷間としても少し苦しんだのは想定外でした。1年目の2軍で内容が良くても苦しむ選手がいたり、逆に1年目の2軍で苦しかったり、そもそも投げなかったりしても1軍ではいきなり成績を残すということ珍しくないんですよね。なので2軍の成績だけで測るということはできません。まあ、ただやはり2軍で多く投げる選手はシンプルに登板の内容を見れるので、良いところだったり課題だったり、もうこれからすぐ1軍でいけそうだなって思うポイントだったりも見やすくなります。まあ、その中で独自のランキングを作ってみましたが、2023年ブレイクする選手は現れるのか、そしてチームの柱になる選手が現れるのか、注目してほしいなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。